山川義康です今日はですねカジノの問題ということについて皆さんに訴えさせていただきたいと思いますこれ皆さんご存知ですか実はですねこれ大阪で夢島にカジノを持ってくるその基本的な計画書なんですねこれが2021年12月23日に提案されました大阪でご存知の方はどのくらいられるでしょう実はこれ区域整備計画 というふうに言いますこの区域整備計画がこの2月3月をかけて大阪市議会それから大阪府議会で議論されることになるんですご存知ですか今パブリックコメントっていうのは一つ進められていますそれから住民に対しての説明会大阪府内で11箇所それから公聴会が4回これ皆さん知らないでしょ知らないはずなんです 大阪市も大阪府も私たち市民に知らせることなくこれをやりましたよ問題点はここにありますよそんなことははっきりとさせないままにですね、えー、まあ法令通りやりましたということだけ作ってそして2月3月の大阪市議会府議会で議決をしてそして決定をしようとしているんですね。カジノをこの大阪に持ってくるということ大たいへんになります。 皆さんはカジノ賛成ですか反対ですかあ最近インターネットの調査もありましたけれども、約6割がカジノに反対しています。カジノは賭博ですね。賭博は娯楽ではありません。ギャンブルですね。そしてこの先ほど示しました計画の中には、カジノのマイナスということについては一切書いてない。経済効果がありますよ。 カジノが来ることによって儲けた金で自治体の福祉これが充実しますよ教育も医療もできますよそういう絵空ごとが書いてあります例えばカジノをした時にどれだけの人が集まると想定しているかというと約年間2000万人、これが夢島に集まるっていうんですね。ところがですね皆さん USJ あれが年間1,450万人くらいの人たちが集まりますこれねディズニーランドよりも多いんですよね じゃあ年間二千万人がこの夢島に集まるとなると、一日あたり五万人、五万人が金を使いまくって使いまくって、えそして五千万円ほどすりまくる、まあそういうことの中でカジノがやっていけれるということなんです。カジノっていうのには大きな問題点があります。カニバリゼーションって皆さんご存知ですか？ともぐいっていうがによく訳すんですけれども、カニバリゼーションっていうのはですね、カジノには確かに一定の経済効果あるだろうと。 地域から金を吸い上げてカジノに集まるわけですご存知のようにカジノっていうのは生産をするところではありません 金をポケットから入れて、そのポケットをマネーロンダリングを含めて、あちこちへ移す。一番儲かるのは、カジノ事業者、グローバル企業が儲かるようになっているわけですね。そうすると、地域の金はそこへ集約されて、そして地域の中を潤していたような金ということは、そこには使われなくなる。これはですね、実際にアメリカなんかでも統計上も出ているけれども、必ず地域における経済の破綻、マイナス、こうしたものが起きる。 そしてカジノにお金が集まり一定の雇用がある代わりにそこでは非正規雇用労働者であったりとかアルバイトとかそういうことあるかもしれないけれども地域の中での雇用が奪われていくそういう問題について先ほど言ったこの計画案の中には一切書いてないわけですじゃあこのカジノはどういう手順で作られるんでしょうかカジノはですねこの大阪府審議会でこの計画についてまず賛成反対 取っていくことになりますこれは IR 整備法の中にそう定められてあるんですねこの計画案が大阪府市そして大阪府の議会で認められると4月の28日までにこれは国に移されることになりますその国で審査が行われますこの審査を行うこと過程は実は11月の26日でしたかね 国土交通省観光庁この審査を引き受ける事務局と私交渉しに東京行ってきたんですけれども中身は全く明らかにされませんそれから何回この審査会をやるかも決めておりませんでいつ審査結果を出すかも事前には明らかにしませんこれなぜそんなことがあるかというと利害関係者がその審査会の先生方に働きかけるかもしれないから だからそれは明らかにできない秋元というひどい人がおりましたね中国企業と結んでそしてカジノでたくさん金もらっていたあんなことをしてはいけないから建前はそうですだけれど私たち市民に対してはじゃあその情報はいつ開かれるのか結果しか出されないんですどういう過程でこれがやられるかっていうのは明らかにされていないこういう審議会が実は4月の28日に えー、大阪の場合で言えば大阪府からそれがあ計画案が出されたと審議をされていきますで審議をされて中身が OK だということになったら大阪府に対して承認されて、えー、カジノをやってもいいですよ日本の中で3カ所やってもいいですよということまでなんですがその一つとして承認をされると今度は大阪府がカジノ事業者と契約を結ぶことになります。 で大阪の場合はですねこれ,あのこれも法律で書かれていて IR 整備法の13条だと思うんですが認定された都道府県そこの府知事ですねそれから事業者の方は MGM リゾーツとかオリックスとかそれからパナソニックそれから関電いろんな大企業他20社と言われていますが IR 株式会社というものを作りますこの2つが契約をするわけです。じゃあこの契約内容は 私たちに示されていますか皆さん知ってますか知らないんです実は議決をする大阪府議会もそれから大阪市会議員も知らないんです今あるのはこの計画書だけなんです実際にその実施協定と言いますが契約書の中身はこれから決めることになる私たちはですね このカジノを持ってくるしかもマイナスの経済効果もマイナスの負の遺産社会的な損失も触れていないこの計画1枚だけを取ってですね勝手に不審議会で決められる国で審査される資格が与えられたらそれを行政が進めるその時にカジノ事業者とやる計画書それはあるけれども、えー、何でしたっけさっき言った、あのー、契約書はないわけですね。 契約書がないのに反抗すことだけこの23月に決めるっていうんですよ。あまりにもこの市民をバカにしていると思いませんか実はですね大体いい IR 法の中には3年契約とか見直しの中で10年とかいろんなことが定めてあります。ちょっと正確じゃないかもしれませんがところが大阪の場合は実は35年間35年間ですねこの契約を継続するっていうことを ほぼこのの契約の内容に書いているわけなんです。でもしやこれから大阪市長とかそれから大阪知事市民がカジノやって大失敗だったよ治安悪くなったよ地域経済どん底だ変えましょうっていうぐらいになるでしょ。でそれを変えようと思うと莫大な違約金が発生します。つまり一旦結んだら後には戻れない自転車で言えば走り走り続けて前しか進めないカジノに向けて突き進もうそういうことを 私たち大阪府民や市民に知らせることなくこの23月に決めようとしているんです皆さんあのご存知だと思いますけれども例えばこれ「松井市長の意向を強く」って書いてありますね。これれ月に出された新聞ですね何かって言ったら IR「IR 大阪市異例の負担」つまりカジノを作っていくために土地を改良しなくちゃいけなくなった。夢島っていうのは本当にまあさん、えー、様々な ものを埋め立てきたので、フッ素であったりとか、秘素であったりとか、それか何が埋まってるかわからない。大阪市の持ち物です。夢島は。だから、カジノ事業者とこれを契約する前に、大阪市はそこをきれいにして渡さなくちゃいけない。そういうふうになるんですね。その時の負担を松井さんは、知事時代は1円も税金使わないと言ったりもかかわらず、今回は約790億を出しますよ。そういうことを言 それがこの2月の月議会で決まりまりすさらに皆さんこういう新聞記事これはですね「万博の島膨らむ工事費」と書いてあって1年余りでで億円増ってて書いてあるんですこれはここに790億円の土地改良の問題のほかにも淀川左岸線これ増やすので756円万博で600億円メトロの障害物の撤去で96億円。 どん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 膨らんでいくんですこういう風にして考えたとき市民の税金が博打のためにどんどん積み込まれるそんなことをですね、私たち市民、府民が知ることなく今回のカジノ計画が進められようとしている実は自民党の大阪市議団が住民投票をやろうということを今回2月の議会にかけようとしています 2月の3日に、まあ、議運が開かれそれから2月の10日から司会が始まりますがあそこでも議運があって、えーまあ、3日がですね大体市長からの提案をあの議運にかけますから2月の10日っていうのが議員提案それについての議論をするんですね。でそこでもし提案をされると2月の10日の本会議で自民党からのこの住民投票っていうことについての議決になるかもしれません。 私たち市民は自分たち主権者が決めるということを本当に大切にしなくちゃいけないからこの自民党の議員提案これについて私はですよ賛成をしてぜひやってくれと市民の意見聞くことなくこんなことを進めるなということを応援しているんですそしてもしこうしたものが否定されるようであればどこかで市民からの請求ということも必要になるんじゃないかなというぐらいに思います。 これから35年、さらに延長を含めると65年、このカジノに頼るような行政というのを作ろうとしているのが、今の一心不死性ではないでしょうか。そんなことが私たちの未来の望む大阪の姿であろうはずはありません。私たち、しっかりこの問題を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ありがとうございました。